やばい、無理かも、時間がない、そんなことをつい口にしてませんか？無意識に出る口癖が人生に大きく影響してるって知っていましたか？あなたは普段どんな口癖を言っていますか？あーやばい、無理かも、時間がない、そんなことをつい口にしてませんか？こういうことを口にすればするほど実際にそういう現状が起きてきます。じゃあどうしたらいいのか、この出る言葉をですね、変えてみることをお勧めします。やばいって思った時こそ、面白くなってきたなんて言ってみたり、ああもう無理だって思った時こそ、これからこれからって言ってみたり、時間がないって思う時こそ、大丈夫大丈夫、こんな風にですね、自分にかける言葉を変えてみてください。すると気分が変わり、現状もそのようになってきます。よかったら使う言葉意識してみてください。ではまた。